安倍晋三です。新入生、新入社員の皆様、おめでとうございます。約40年近く前、私も皆様と同じように新入生を迎えました。当時の写真を見ると、とっても痩せっぽちで不安そうな顔で写っていました。でも新たな人生のスタートに、とっても気持ちはワクワクしていました。新しい人生のスタートに立った皆様、頑張ってください。応援しています。